こんにちは、ひかりです。僕のね、割と最近購入したソフビ、リサイクルショップとかで購入したソフビをコレクションしているボックスを今開けて中身を見ているのですが、今回で4回目なんですけど、これがね、前回紹介したソフビたちです。そしてその前のはここら辺にこうなっていて、あとこんだけなんで、はい、今回やっていきたいと思います。あとちょっとです。まずはね、このソフビたちをね、甘い大量のソフビたちをまず移動しなきゃいけないですね。まずはね、さあでは行きましょう。まず一つ目がこちらですね。ババーン、仮面ライダーゴーストの、なんかこれは最強フォームなのかな、最強フォームではないんかな、わかんないけど、まあ強そうなフォームですよね。立たせるの厳しそうだな。横、どうしていけばいいかな、こうかな、うん、まあこんな感じで、はい。そしてこちらですね、ババーン。俺の中では結構ね、なんか変わったウルトラマンだなっていう感じがするんだけど、ウルトラマンゼノンですよね。はい、ゼノン、マックスの相方かな、うん。そうね、ゼノンとジャスティスはね、あんまりね、俺の中でまだ印象がないっていうか、わかるんですよね。そしてこちらですね、ババン、ウルトラマンオーブのね、オリジンザファーストってやつで、オーブオリジンよりも一番最初の頃のね、オーブですよね。これね、なんかショップ、なんだっけ、ウルフェスかなんかの限定のやつでしょ、これ。ね、でも普通に100円で売ってましたね。まあお店の人からしたらね、特に特別感ないからね、わかんないですよね。ちょっとハゲてますね。これはね、後で、まあ。だから普通にウルフェスに行った子供が普通に買ったやつだと思われます。はい。ウルフェスカード、ウルトラマンショップでも売られてるのかな、うん。それ近所にウルトラマンショップは今ないのでね、はい。兵庫にね、住んでいるときはね、あるんだけどね、ウルトラマンショップがね。で、こちらですね、ウルトラマンメビウス。フェニックスブレイブでいいんかな、うん。じゃあね、最強モードのメビウス。もう最後、みんなの力でね、感動しましたね。で、こちらですね、ババン。ちょっとカメラの位置を変えよう。ババン、グビラですね。グビラ。まあ、割と遊びやすい怪獣ではありますよね。なんか、うん、遊びやすい感じ。で、こちら、ババン、ウルトラマンティガ。これマルチタイプでいいのかな、うん、一番ノーマルのティガですね。ティガ。よし、そしてこれ、このソフビやっぱ多いな。ジャグラスジャグラーね。うん。よくできたソフビなんだよね。このモールドっていうか、この造形がすごくいいよね。細かくなっていて、かっこいいけど、ただ実物のジャグラスジャグラーはもっとかっこいいですからね。オーブ見るとわかります。あと、やっぱジャグラーになるね、人間体のジャグラーもかっこいいですからね。次こちら、ウルトラマンコスモス。これね、最近のやつなの、最近のやつなんだね。うん、ライブ戦についてた。コスモスの、ね、エプリプスモード？違う、わかんない。ごめん、わかんない。コスモスの最強モードかな。最強モードではないかな。まあ合体とかするからね、コスモスは。レジェンドとかになるよね、確か。そして X。X は僕の中でね、ウルトラマンの中では一番、ビジュアルだけで言ったら一番かっこいいかなと思いますね。X は。うん。まあ、うん。かっこいいよね、やっぱ X。うん。めっちゃキラキラしてるし、まあこの、デザインがやっぱね、未来チックだからね、X は。うん。明らかに俺はね、一番かっこいいかなとは思います。もちろんね、一番好きと一番かっこいいはね、また別だったりはしますけど、でもかっこいいかなとは思います。あと、強いとかっこいいも別だからね。で、強いで言うとこの人だよね。ウルトラマンノア。この人めっちゃ強いらしいよね。うん。ノアね。キングの方は、でもキングの方が一応強いのかな？うん。キングの次ぐらいに強いのかな？で、この下にはまたレジェンドとサーガとかいるらしいけど。うん。そこら辺がやっぱ強いウルトラマンっていうか、チートラマンって言われてるよね。そしてこちら。うん。最近めっちゃ出てくるよね、いろいろと。結構いろいろ最近結構活躍してますよね。ウルトラマン光。ね、この前もカプセル作ったりして。でも盗まれちゃうとことかがね、若干ダメですよね。光もね、完璧な、ね、ウルトラマンではないですからね。まあ完璧なウルトラマンなんだけど、ね、いろいろ問題があったりしてますからね、過去にはね。うん。そしてこちら、エグゼードの装備ですね。これよくできてるなと思って買ったんですよね、普通に。なんとかゲーマーって言うんだろうけど、ちょっとわかんないんだけど、普通にかっこいい装備だなと思って買いました。うん。やっぱ仮面ライダーの装備はね、100円にするにはもったいないレベルで
あのクオリティはいいんですよね、うん、ただどうしてもヒゲになっちゃうんだよね。でこれもかっこいいよね、ネクラム。ネクラムのこの変身アイテムとかね、すごいいいんですよね、音がね。ガッティクン、テンガンみたいな。すごい好きですね。うん。ネクラム。こういうね、ゴースト系ってこの、やっぱ角がね、どうしても歪んじゃうのがね、あれですよね。でこのネクラムに関しては、この質感がすごい。まあ、エグゼードもそうか。エグゼードもそうだけど、やっぱネクラムもこの質感が特にね、いいなとは思ってます。はい、そしてあこれですね、はい、デネブが変身した姿、デネブだね、はい、デネブライダーですね違うけどね、まあ仮面ライダーなんだ、うん、まあ電王の2号ライダーでいいのかな、うん、サイズ的には食玩サイズですね。はい、さあ細かいのが増えてきたな。そしてこちら、俺はゼロ、ウルトラマンゼロだってことでね、まあゼロですね、はい、セブンの息子です。まあゼロのウルティメイト、ゼロのウルティメイトフォースゼロだっけ、うん、のメンバーの、これはジャンボットですね、書いてあるかな、あとはジャンボット、はいはい、かっこいいですよね、ジャンボット、うん、こういうの好きです。もっとウルトラマンもね、ロボット系出てもいいと思いますけどね。まあでも出てるか、出てるっちゃ出てるけどね。で同じくね、はい、グレンファイヤー、この人も好きだね、かなり、うん、グレンファイヤー、あ今のね800シリーズサイズだね、ノアもだけどね。でちっちゃいサイズはこれね、これはなんだっけな、マグマ星人でいいのかな確か、うん、まあレオとかと戦ってるイメージが強いですかね。そしてこれですね、ウルトラマンタローですね、はい、ストリーム光線だっけ、間違ってたらごめん、なんか独特の声なんですよね、はい、石丸さんだっけ、結構声好きですね。あ、さっきのジャンボットの弟でいいのかな、ジャンナインですね。俺大きいサイズで持ってたんだ両方、うん、まあ最近よく見かけますよね中古店で、はい、さあサクサクいきましょう。そしてはい、アストラですね、800シリーズのアストラ、はい、アストラで、これもちょっと腕があれなんだけど、ウルトラマンメビウスの、バーニングブレイブでいいのかな、バーニングブレイブだ、ね、まあ中間フォームだね、いわゆる、うん、途中でちょっと強くなったバージョン、うん、これよりもまず強くなるんだけどね、メビウス、さっきの、あこれ結構僕がお気に入りのソフビで、ウルトラ 7X ですね、はい、ウルトラ 7X、 ウルトラ7のちょっとなんか大人向けのバージョンのやつなんだよね。あんまね、そういう指がね、これぐらいしかないんだよね、確か。ウルトラ 7X。はい。ちょっとウルトラ7よりもかっこいいんですよね。うん。かっこいいっていうか、まあ人によるけど、それは感覚はね。まあ、ちょっとこう、なんていうのかな、より今風なデザインになってるんじゃないかなと思われます。はい。結構これはね、見つけたら買った方がいいですよ。100円とかであったら。うん。あんまないよね。うん、中古でも俺1回しか見たことないからね。その1回がこの子だからね。はい。100円でゲットできたらいいです。ウルトラ 7X。 さあそしてあとは普通の最近のね500シリーズのね、レオと、ジャッカー、ジャックじゃない、ゾフィーですね。やっぱレオやっぱかっこいいな、うん、やっぱレオかっこいいかもしれない、うん、ゾフィーもやっぱ好きだな、やっぱレオとゾフィーは結構好きかもしれない、昭和ウルトラマンの中では。まああとエースも好きだな俺、結構昭和はタローも好きだな、結構みんな好きだな。で、これは、ウルトラマンネクサスのジェネスブルーというね、ちょっとこれはね、見てないからわかんないんだけど、多分ネクサスはね、いろいろな人からね、やっぱ話聞くとね、やっぱ僕向けじゃないのかなって感じはするんで、ネクサスはほんと後だね、マックス見たりとか、うん、あと銀河ビクトリーとか銀河エースだっけとか、あとね、ゼロとか大怪獣バトルとかいろいろ見た後にも、時間が余ったらだよね、うん、見るかな。で銀河だよね、銀河なんだっけ、銀河、これはなんだ、銀河ボツボツだね、銀河ボツボツ、はい、そして、あ、これがね、銀河ビクトリーでいいのか、これ銀河の辺、なんかあたりでは割と最強フォームじゃないかな、銀河ビクトリーっぽいな、これは。あ、銀河ビクトリーって書いてあるわ、うん、で銀河ビクトリーあたり見たいんだよね、早く。なかなかね、レンタルショップがね、いまいちね、うちのとこね、その揃いが悪くて、うん、買うっつってもね、買うのはさすがに高すぎるもんね。
で、ウルトラエッグの、ミクラス。いや、買ってもいいんだけどさ、ね、メビウスとかも買おうかなと思ってるけど、一回見てみないとさ、ハズレだったら買った時辛いじゃん。だから一回見たいじゃんっていうのがあるよね。メビウスはもう一回見てるから、まあ、買ってもいいんだけど、正直買うほどでもないかなって感じもしなくはないんだよね。激レンジャーは俺買ってないのよ。めっちゃ好きだけど。なんでかっていうと、でもゴーンジャーは買ったのは、激レンジャーはね、一回見ると割とね、満足できるんだよね。ゴーンジャーって、なんか何回も見ても面白いタイプなんだよね。なんか一回見てめっちゃ興奮するけど、あんま次とかは見たくないかなっていうのと、一回見ても興奮度はそんなでもないけど、何回も見たいかなっていうね、うん、シリーズとあって。そう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 。だから割と、うん、それによって DVD をね、買うかどうかも悩んでるんですよ。そして食玩サイズのキングジョー。キングジョーとかもね、やっぱすげえ古いはずなのにさ、よくできるよね。最近急にこいつが現れても別に全然ね、いいもんね。これなんかは非常にね、ダサいなと思ってる怪獣で、顔がダサい。小学生の時の僕がね、はい、なんか落書きで描いたレベルの顔な感じはしますけど、名前はリットルですね。なんかリットル相方みたいなのがいるんだっけ、なんか忘れちゃったけど、うん、食玩サイズでさ、あの通常サイズでは出てない系の添え火があると嬉しいですよね。そしてここら辺が食玩サイズの、仮面ライダー系ですね。はい、ディケイドかな。ディケイドで、ディケイドのセカンドライリンゴライダー、うん、で、これなんだろうね、ドライブのこの金色のあれをまとってるね、かっこいいね、うん、ベルト、あ、ベルトじゃないや、タイヤね。ドライブはね、あの後半からラストまではね、2回ぐらい見てるんですよ、実は。だからドライブ結構知ってるんですよ。さあ、あとは指人形だけになりました。まずは、はい、ゼロですね。はい、あのね、あの赤いやつと青いやつね。はい、このクリアって何なんだろうね。別に特別とか限定とかないよね。だって、指人形って全部限定でしょ。ウルフェスか、ウルトラマンショップでしか買えないよね。あ、もう一個あった。はい。こんな感じでね、ゼロと、ルナミラクルゼロだっけ、うん、と、あとは、あ、ごめん、カメラ持っちゃった。なんだっけ、ダークロプスゼロ。ダークロプスゼロは結構名前出るかもいいんだよね、いつも。うん。そして、これはね、なぜか買ったね、金のウルトラマンと、これはまあ、金のティガって考えるか、まあ、ティガのあれか、なんだっけ。映画で出てくるモードでしょ、これ。なんだっけな、面白かったけど。うん。で、いいんだよね。多分、そんな感じをイメージしてるんだと思います。そして、ラストは一番お気に入りのこちらですね。はい、指人形で一番お気に入りかな。ウルトラマンジードに出てくる地球防衛軍だっけ、うん。のロブですね。ユーローダー。変形ユーローダーっていうの。うん。の、まあ、ユーローダーね、造形が多分これと、指人形と、あと食玩で一個されてるんだけど、そう、その2つしかなくて、その2つも持ってるんだけど、うん、やっぱりいいですよね。やっぱ AKB も、あの、AKB があの、結構出てたんですよね、ウルトラマンサーガーは。その AKB のメンバーの秋元才加とかが運転してましたね。確か映画では3体ぐらい出てくるんで、今度ね、はい。まあ、またあったら揃えたいっていうか、普通にウルフェスで買いたいなと思うレベルのものですね。はい、ということでして、やっと、空っぽになりました。あとはね、この箱を一回拭いて、全部ね、丁寧にまた収めたいと思います。まあ、あのこの前発覚したんだけど、あれ歪んでるなって言って、箱の中で歪んだのかなと思ったんだけど、過去の動画見返したら、もう買った時から歪んでましたね。うん。だからこの箱で歪んだものは特にないっぽいんだけど、どうだろうね。今回はまあそんなにね、あのまあ夏はもう過ぎたけど、この夏ね、熱々のところには置いてなかったんですよ。エアコンがずっと効いてる部屋に置いてあったから、まだ良かったけど、あのね、今度倉庫とか持ってっちゃったらさ、熱々のところとかあったらなんかね、柔らかくなって、より歪みやすくなるんかなっていう気もするんで、うん。ちょっとまた保管方法についても考えなきゃいけないなと思いますね、そういう部分に関しては。まあ、保管というか、もうガンガン遊んじゃって、もうボロボロになったら一回ね、リサイクルショップ持ってって、そんでまた新しいの買うっていうのが一番本当はいいんですけどね。まあなかなかね、遊びきれないですよね。なかなかこのヒーローの数が多すぎて。そうなってくるとやっぱ仮面ライダー系は一回、みんなにっていうか誰かにあげちゃうっていうのはあるんですよね。一回仮面ライダー系は全部。
そう、あの一回あの絞らないとさ数が多すぎになっちゃうから、やっぱライダー系列はちょっと一回まとめて、うん、あの、うん、友達にでもあげたいと思います。欲しがる友達が何人いるんだって話だけどね。はい、ということで今回で、完結。はい、中身としてはこれとあとこんだけ入っておりました。このケースによく入るな、このケース。はい、長い間お付き合いありがとうございました。またね、よろしくお願いします。また来てください。バイバーイ。Please subscribe.